はい、それでは、梅田地検のルームツアーを始めたいと思います。今ここは、昨日機械と A 棟 の、 正面でして、そうですね、あちらが、正門、あちらが、事務連、講義店、あっちが、図書館、あちらが、まあ、講堂っていう感じに、なっています。では今から建物の中に入っていきたいと思います。で、今コロナの関係でここのドアが開かないんですよね。でなので、まあ、学生証、職員証でここを開けるということをしないといけません。はい。で、研究室の中で、作業する人はそこが、開けられるように設定、されるはずです。はい。それでは、皆さんが所属されたら過ごすことになる、ファブルームというところ、学生部屋ですね、実験室兼学生部屋に行きたいと思います。入り口入って右で、2階に上がるとですね、そのファブルームに着くことが、できます。隣はこの川村先生の部屋で、こちらですね、209号室のバイオロボティクスファブラボ、バイオロボティクスラボファブルームに書かれてますけど、ここの部屋の案内をこれから、研究室見学としてしたいと思います。はい。中に入っていきます。で、こういう感じの部屋になっていてですね、はい、全体としては3つの、島があって、さまざまな、機材であったりとか設備を、置いています。はい。で、まず、どんな感じで、過ごしてもらうかなんですけれども、オフィスデスクというか、個人が作業する、パソコンであったりとかデータ処理であったりとか議論であったりとか、のをするために、この2つの、島の会議テーブルを、つけてあります。で、まだ椅子とかが箱の中に入っているんですけれども、きちんと完備できていないんですけれども、もう少し椅子を増やしてですね、1つの個人が、まあ、これぐらいのスペースかな、使えるように設定するつもりです。はい。で、このラボはですね、フリーアドレス制になっておりまして、ルールとしては昨日と同じ場所には座っちゃダメだよ。で、好きなとこ、空いてるところに座っていいよという、ルールですね。なので、隣の人が常に違う。で、さまざまな人とさまざまな交流をしながら、研究活動なり、学生、生活なりを、まあ、充実させていってもらえればなというふうに思います。で、この部屋は講義室だったらしくって、議論できるように黒板があったり、まあ、ホワイトボードがあったり、します。はい。で、作業しやすいように早く来た人はモニターを優先的に使えるであったりとか、そういう配慮ですね。人数分はないようにわざとしてあります。で、あとここでですね、窓際で少し集中したい人のために、こういう昇降机、立って作業したい人とかもいると思うので、そうですね、昇降机で作業して、集中してもらうとか、立って作業しながらとかですね。はい。で、この部屋はですね、今年の夏にエアコンがつくはずなんですけれども、今はついていないので、ウィンドウエアコンが今はつけています。はい。まあ、ストーブもあります。で、こちらの、島は、実験、デスクになっています。はい。作業デスク、実験デスクですね。ハンダ付けをしたりとか、あとここに材料のストックがあってですね、ワイヤーであったりとか接着剤であったりとか塗料であったりとか、抵抗であったりとか電子部品であったりとかはここら辺に揃えてあります。で、足らなければ、まあ、僕に言ってくれれば、研究用途であれば購入しますのでですね。で、そうですね、それからですね、機材の説明をしていきましょうか。こちらからしていきましょうか。で、この、ラボはですね、3D プリンターであったりとかデジタルファブリケーションですね、コンピューターを使って形を作るということをやっています。はい。で、それを使ってソフトロボットを作る、という話ですね。で、そのために導入しているプリンターがいくつかありまして、これは
フォーム3という 3D プリンターでして、これフォーム3で刷ったあの造形物ですけれども、このようにですね、厚みを変えるとですね、結構こう薄くするとこういうの変形させてゆっくり戻るというような柔らかい素材を好きな形を造形することができます、このプリンター。で、またですね、高強度のものを、造形したいというのもあると思います。まあそれか、薄く柔らかく作るとかですね。でなのでこのプリンターはですね、ナイロン樹脂にカーボンファイバーを、練り込んだ、樹脂ですねを、使って、3D プリントできるような機械に、なっています。ちょっと開けてみましょうか。はい、で見るとですね、2つのヘッドが、ついていることが分かると思います。で1つはこちらの、ああ落ちちゃった 3D、プラスチック素材で、もう1つはこれカーボン、ファイバーなんですけど、カーボンファイバーもこのヘッドから出すことができます。でどういうことかというと、カーボンファイバーって強いですよね。皆さん繊維学部だったら分かると思いますけれども、強いんですよ。でなので、その造形物の表面にですね、縫い込んで、造形すると、その強いカーボンファイバーで、形を補強することができますので、非常に高強度な、まあ、かつ軽量、な形を作ることができます。まあでもうちのラボはこのカーボンファイバーを使うっていうのはあんまりなくってですね、このように薄くて柔らかいヒゲのようなものを造形したりとか、あの SG カーブとかバネみたいなものを作ったりとか、することが、まあ、多いですね。はい、で、このプリンターですけど 1g10 円とか高いんですよね。結構こっちのプリンター 1g1 円とかできるんですけど、結構高いので、まあ、慎重に使ってもらえればなというふうに思います。この機材自体も高いです。はい、あとまあドリルであったりとか、あともう一つ 3D プリンターなんですけど、こっちの 3D プリンター非常に、安い素材をすることができます。しかもこの 3D プリンターもデュアルヘッドですね。材料1、これは、PLA という、素材、こっちが ABS 素材とか、これ自在に変えることができて、例えば水に溶ける素材であったりとか、柔らかい素材とかですね、柔らかい素材買ってあると思うんですけど、こんな感じの柔らかい素材、分かりますかね。これすごく柔らかいんですけど、ほらこれでするとすごく柔らかくできるんですけど、好きな素材を選んで造形することができます。あっちは専用の素材しか擦れなくて、はい、でデュアルヘッド、これもデュアルヘッドなんですよね。ヘッドが1つ、ヘッドがもう1つ、あって、この造形、面積というか造形空間の中に好きに形を、することができます。でその形作りはどうやってするかとかなんですけれども、まあ、CAD とか Fusion とか、うちのラボで使っているのはライネサラスっていうやつですね。でグラスホッパーっていうあのアルゴリズミックに、形を作れるソフトがあるので、それを主に使っています。でその処理がですね、結構重かったりするので、それ用に共用のパソコンを2台、配置しています。はい、で、あとですね、ロボットを作ったが動きを見たい、でその動きを、まあ、カメラであの録画するのもいいんだが、あの XYZ 空間のどこにそれぞれの部分がいるかっていうのを正確に計測したいっていうような、要望があると思います。また論文とか書くときにそういうデータを言ってきますよね。でなので、このモーションキャプチャーを、導入しています。ちょっとぐちゃぐちゃっと今なっているんですが、どういう仕組みかというと、カメラがあります。複数台あります。で、LED があります。これ赤外線をあの発する LED ですね。でこのマーカーがそれを反射します。で多点のカメラでいろいろな位置から、そのこのマーカーを見るとですね、三角法で、空間内のどこにいるかを計測することができますよね。あの演算をすれば、でその演算をするためのマシン、機械って感じです。実際にはロボット表面にこういうような、マーカーをたくさんつけて、どのような変形が起こっているかとか、どのような位置が、どのように位置が移動しているかとかいうのを計測します。はい、そんなとこですね。あともう一つあれか、
レーザー加工機、説明するの忘れてました。これレーザー加工機、共用のところにもあるんですけれども、うちは結構でかいものを導入しました。こう感じで中からレーザーが、出て、あれレーザーのヘッドなんですけれども、こういうふうに好きに木材であったりとか、アルミの板とかは彫刻だけだったかな、木材とかアクリル板とかを切ることができます。はい。で、好きに切れると何が嬉しいかというとですね、これも材料を、硬い材料を柔らかくするための一つの方法でして、実際には今 M、これ、2021年度に、M2 になる、伊予部先輩という先輩がやってくれてるんですけど、こんな感じでですね、これ硬い木のボードですよ。こういう感じにくり抜くと結構柔らかく材料を曲げることができるようになります。で、こういう素材を使うと何が面白い、機能であったりとか、特性を柔らかいロボットに持たせられるだろうか、というのを研究してますね。彼のロボットは今ここに置いていませんが、そのうち展示スペースに置いてくれるはずです。で、このスペースはそれぞれ、うちの、学生が、こういう、研究をしてますよというのを展示するスペースになるはずでして、各一人この面積を使って、僕がどういう研究をしてますかっていうのを自分たちがどういう研究をしてますかっていうのをアピールして、交流できるような、場にしようと思っています。はい。まあ、こんな感じですかね。うちのラボは、まあ、冷蔵庫とか電子レンジとかであって、感染拡大には、注意を払いながら、まあ、なんか飲み物飲んだりとか、しながら作業してもらって全然、構いませんね。はい。非常に、床も非常に綺麗ですよね。僕らめっちゃ頑張って磨いたんですよ。はい、すごく汚かったんですけど、非常に綺麗で、まあ、仕事しやすいような空間になってるんじゃないかなというふうに思います。はい。ぜひ梅田地検に、来て、楽しく柔らかいロボットを、作って、くれるメンバー募集中です。はい、はい、そんな感じですね。お疲れ様です。